こんにちは、フロクレビューチャンネルです。今回は12月22日発売のアンドロージー2021年2月号を開封レビューします。アルティザン&アーティストのワイドオープンコンパクトバッグが元になった。収納力も機能性も高い設計。付録でいいのかなというぐらい豪華な印象。前面側には外ポケットが一つついています。ウェブのみで発売されているジャカード織りのウィッシュオブアナイトの柄。こちらの付録ではプリントで前面に入っています。生地も厚手でしっかりとした作り。ポケットの入れ口にはゴムが入っているので、ハンドタオルや除菌シートなどボリュームのあるものを入れても程よくホールドしてくれます。後ろ側はポケットが2つ並んでいます。こちらのポケットも入れ口にゴム入り。小さめの除菌スプレーやハンドクリームのミニチューブも入る大きさです。アルティザン&アーティストの折りタグ付き。持ち手は掴む部分のテープが2つに折られ、持ちやすくなっています。街の広いコロンとした形。市販品のワイドオープンコンパクトバッグと同じハンドバッグのような可愛らしいフォルムです。ダブルファスナーで楽々開閉。サイドまで大きく開きます。バッグの口は全開にすると180度開きます。口部分を折り返せばボックス形で固定されるので、メイク中など開けたまま使いたい時にとっても便利。真上から見るとこんな感じに、何がどこに入っているか一目でわかります。内側にもポケットがたくさんついています。こちらは前面の裏側にある大きめのポケット。ポケット部分の生地は裏地と同じポリエステル生地でやや薄手です。反対側には4つのポケット。真ん中の2つはかなり細い形。アイライナーやメイクブラシなど細いアイテムにぴったりで、中身が手前に倒れてきません。マスカラやリップなどはサイドにある4つのポケットへ。先ほどのポケットよりも幅広&浅めで、中身がポケットに埋もれずスムーズに取り出せます。反対側も浅めのポケット。スクエア型のアイテムも楽に取り出せます。底面は長財布も置ける広さなので、化粧水などスキンケアアイテムもまとめて入れられます。これだけ入れてもファスナーが閉められました。持ち運びも楽なので、お家の中での移動や旅行にもぴったり。
最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。